こんにちは、マジシャンのキサーです。今日の一ネタやってみたいと思います。使うのはジャック2枚、そして1枚のカードを決めます。ダイヤの10番、これをまあ中ほどに入れておきます。さあ、ここからでございます。このジャック2枚よく注目しておいてください。ほっ、1枚出てきましたね。これがじゃん、ダイヤの10番。さあ、もう一度やってみましょう。ダイヤの10を間に入れちゃいます。そしてジャック2枚、このまま振ってあげると出てきて、シュッ、こんにちは、マジシャンのキサです。今日の一ネタいってみましょう。4枚のエースを使います。今からやるのは表裏を使ったマジックです。カードをこんな風に回転させます。こうするとなんと中で1枚のカードがひっくり返ります。ダイヤでした。例えばこのまま回転させてあげると、次はクラブがひっくり返ります。ではもう一度ひっくり返すとハートですね。ファイブいきます。ちょっと待ってください。繰り返してなくてです。これでなんと、ああ来てました、スペードが表向き。行ってみましょう。輪ゴム、こんな風にします。こうすると輪っかが2つできますね。こっちとこっちです。このまま息をかけるとつながります。こっちもこっちも塞がってますよね。でもこうすると抜けちゃいます。行ってみましょう。赤いカードと黒いカード4枚ずつを使います。黒いカードと赤いカード、赤いカードの間に黒いカードをこんな風に交互に入れていきます。こんな感じ。さあ、このまま埋めちゃいます。おまじないをかけると赤と黒が分離します。もう一度やってみましょう。黒と赤、赤いカードと黒いカードを交互に入れていきます。ちなみにおまじないをかける前は黒と赤がこのように交互です。それでもおまじないをかけた瞬間に分離してしまいます。